演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーマートの安納芋のスイートポテトドラを食べたいと思いますっていうけど、これ前も突っ込んだと思うんですけど、本当にドラ焼きなんですか？ちょっと木をてらいすぎでしょ。だとしたら、はい、スイートポテトというだけで芋あんがたっぷり乗っていますね。で、ちょっと慎重に外していくと、はい、やっぱりオムレットっぽい感じです。あ、クリームが。ではいただきます。やっぱりこれってドラ焼きなんでしょうか？なんか違い、スイートポテトというだけあるのが、芋あんがちょっと思ったより固めで、もうちょっとあっさりいった方が良かったかなという部分がありましたね。あとクリームの量が多すぎて、芋あんの微妙な甘さがちょっと消えてかけてしまっているのも残念でした。どうかな、まあ美味しくはあったのですが、もうちょっとお芋を感じたいということで、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。